絶対サスケ出るぞ。おー、過去最大となる500人が参加して行われた第40回サスケ予選会もいよいよ終盤戦。終わりなき戦い、エンドレス腕立て伏せ。やっけー。足切りレース、地獄の持久走。ちょっと無理っす。そしてタイマン勝負のタイヤ押しを終え、500人いた挑戦者は20人に絞られました。彼らの目の前には、皆さんの前にはファーストステージのいくつかのセットが並んでおります。このセットに挑戦できるのは10名です。このセットの前にもう一つステージがありますので、あちらに移動します。うわ、なんだ、何があるんですか、あっちには。お、旗があるぞ。いやー、マジか。サスケセットでのラストステージをかけて挑むのはビーチフラックス。シンプルですね、はい、まさかでした。本当にちょっと頑張ります。ありがとうございます。最後なんで、ちょ思い切り頑張ります。ここさえいければ待ってるんで、頑張ります。1対1で行い、勝った選手がラストステージへ進出。今回も対戦相手はくじ引きで決定します。そうですね、彼が早いんで対戦相手でして、私がチームブルー同士の戦いとなりましたので、ちょっと負けられないところではありますね。いくつですか？45です。45。45？ヘッダー、やる気が出ちゃいましたね。いやいや、全然。予選会もクライマックス。最後に笑うのは果たして。まずはテコンドー世界3位をロスティスラブさん、最年長45歳ワシミユージさんが対決。キルギス出身をロスティスラブ31歳、45歳になったワシミユージ。ヘッダースタートした。オロスティスラブが行く。先行したのはオロスティスラブ、ラストステージ進出決定。第4ステージも勝ちましたが、どうですか？嬉しいです、嬉しいです。次はいよいよファイナルステージですが、ちょっと意気込みどうですか？心配です。結構高そうです。次も頑張ってください。ありがとうございました。いやー、でもここまで来たら行きたかったですね。悔しいですよ。セットを触りたかったですね。続いてはアイスホッケー歴17年の雲上優希さん、サードステージ進出経験を持つ山口浩介さんが登場。雲上優希23歳、そして山口浩介40歳、サードステージ進出の経験がある。始まった。雲上がインスタートを見せた。先行している。雲上優希23歳が決めました。山口を破りました、雲上優希です。お疲れ様でした、はい、ありがとうございます。何の危なげもない勝利に見えましたが、どうでした？いや、とにかくスタートだけ距離短かったんで、スタートだけとにかく意識して出遅れないように最初の3歩だけ意識しました。次はいよいよファイナルですが、はい、意気込みは？いや、まあ、実際にセット目の当たりにするの初めてで、結構緊張とかっていうよりは楽しみなので、まあ、楽しくできればいいかなと思います。わかりました。いや、悔しいですね。お疲れ様でした。いや、10年ぶりだったんですけど、まだまだチャレンジは続けます。3組目は大阪から参加する芸人西尾たくみさん、毎朝の懸垂で鍛えた高木康成さん。芸名はチャッピーたくみこと西尾たくみ30歳、農家の後継者高木康成22歳です。
セッター、スタート。両者いい反応、西尾匠が勝ちました。チャッピー匠、ラストステージを決めた。やりました。やりましたね。めっちゃ緊張しましたね。みんなシーンってなって、笛の音一つに集中するっていうのが今までになかったら、めっちゃ緊張しましたね。やっぱ弱かったっすわ、はい、弱かったっす。自分がまだまだっす。トレーニングもっと頑張ってまた来れるようにします。はい。続いては明治大学軟式野球サークルの石川レオさん、福島県浪江町の永原良太郎さんが対決。明治大学石川レオ20歳です。夢のサスケ出場に向けて福島からやってきた永原良太郎31歳。スタート。これは接戦だ。どちらが行くか。手を伸ばした石川レオ、レオが勝利。夢のサスケ出場に向けてその意地、最後石川レオが掴んでいきました。これはいい勝負でした。先に行っていたのは永原か、途中から石川加速、ほとんど同時でした。左手を伸ばしていった石川レオ20歳がフラッグをギリギリでなんとか掴んでいます。永原も惜しかったんですが、石川見事な勝利。いや、めちゃめちゃ緊張したんですけど、やっぱめっちゃ楽しかったです。こんな接戦でいい相手とできたんでめっちゃ嬉しかったです。いよいよ次はファイナルですが、意気込みはどうですか？もう悔いなくやるだけなんで、めちゃめちゃ楽しんで頑張りたいと思います。乾杯でした。憧れのステージなので、またあそこに立てるように頑張りたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。サスケ4回出場、給食室で働く菅野和樹さんはラグビー歴25年の荒井隆一さんと対戦。給食の菅野和樹37歳、5回目の出場に向けて、荒井隆一35歳は初めてのサスケ出場に向けての挑戦です。荒井が速い。これは荒井が余裕で勝利を見せました。素晴らしいスピード。菅野敗れる。しっかりと両者握手をしました。お疲れ様でした。どうでしたか、やってみて。楽しいですね。まさかここまで来ると思わなかったんで。さっきから自信に満ち溢れていますが、自信しかないですね。自信しかないです。ポジティブにいかないと勝てないんで頑張ります。いやー、いやー、悔しい。終わってみてどうですか？いや、すごい悔しいっすね。だからここまでチェック掘れたんで、絶対最後まで行くつもりだったんですけど。楽しみにしてます。頑張ってください。お疲れ様でした。とにかくちょっと悔しいっす。順天堂大学バスケ部出身の奥山優希さんと三段跳びで鍛えた群馬県庁職員千木良雅也さん。奥山優希28歳と千木良雅也22歳、青組内での戦いとなりました。どちらが先に進むか。奥山が行く。奥山がいった。飛び込んでいったのは奥山。ちぎらあと一歩で逃しました。奥山優希、青組内の友情があります。奥山がラストステージへ進出決定です。奥
奥山が先行していきました。ちぎらも右手を伸ばしていきましたが、奥山が飛び込んだのが少し早かった。走ってる時は何か考えられました？そうですね、並んでるって思ったんで一歩でも早くっていうことだけ意識しました。いよいよ次はファイナルですね。そうですね、そり立つ壁をしっかりと登り切りたいなと思います。悔しかったんですけど精一杯はやったかなって思います。ここまですごい楽しかったです。よかったです、いい仲間もいっぱいできたのでまた頑張ります。毎日ジムに通う自衛官小野香直人さんはタイヤ押し最速タイムを記録した岩城大地さんと対戦。小野香直人29歳か、会社経営岩城大地31歳か。ヘッドいわきが行く、いわきのスピードが上がっていく、飛び込んだ、速かった、スピードを見せました。会社経営いわき大地ラストステージ進出です。最後は余力を持っていわき大地が飛び込んでいきました。小野香直人残念ながらここで脱落です。ダイナミックな2人でどっちにしろ飛び込もうと決めてたんで、反り立つ壁ちゃんと登り切ってガッツポーズしたいですね。楽しみにしています、頑張ってください。お願いします、ありがとうございます。お疲れ様でした。どう見えてますか？いや、めちゃめちゃ近いのに遠いですね、すごい遠いです。また来年力つけて必ず帰ってきます。逆立ちが得意な西のパパ横井啓太さんとパルクール日本選手権14位の西村航さん。公務員の横井啓太38歳、パルクール歴は3年、西村航22歳です。ヘッドスタート、西村が速い、パルクール西村一回転しながらフラッグを取りました。横井啓太敗れる、西村航がラストステージを決めました。素晴らしいスタート、そして加速でした。最後はパルクールをしっかりとパフォーマンス見せていきました。西村航22歳がラストステージ。ダイナミックなキャッチでしたね。はい、ありがとうございます。スタートうまく決まったんで良かったです。次はファイナルですね。はい、やっとセットに触れることができるんでクリアできるように頑張ります。頑張ってください。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。やりたかったです本当に、あれ目指してきたんでここまでやりたかったですけど、でもまた鍛え直して予選会もう一回トライしたいと思って。9組目は青森から来た自衛官八重樫俊平さんと柔道全国大会出場の18歳戸市源介さんが対戦。自衛官の八重樫俊平21歳、流通経済大学戸市源介18歳です。スタートした、トイチがいいスタート、八重樫が行く、どちらか取ったのは八重樫俊平、大接戦でした。八重樫俊平がラストステージを決めました。トイチは残念ながらここで脱落。両者ほとんど同時のスタート、最後飛び込んでいったフラッグを奪っていったのは八重樫俊平でした。高々と掲げた八重樫勝利です。どんな思いで臨みましたか？いや、もう負けたら死ぬみたいな気持ちで頑張りました。次はファイナルですけどどんな意気込みですか？もうクリアします。力強い答えありがとうございます。次も頑張ってください。はい、頑張ります。お疲れ様でした。いや、途中まで勝てると思ったんですけど最後
ちょっと甘かったですね。来年のためにこのトレーニングしかないですね。はい、最後の対戦は札幌から来た数学教師越前春也さんと和太鼓が特技の大学生池田旺介さん。中学校の先生越前春也24歳、福岡県出身の池田旺介21歳です。セットスタート。ほぼ同時に立ち上がった。スピード2秒差乗っていく越前春也。最後のラストステージの切符は越前春也が掴んでいます。かなり緊張しました。その中でも勝利を手にして今どんな気持ちですか？いや、やっとこのサスケセットに触れるっていうところまで来れたので、まあ、またここから、勝ち残って、本戦出場権もらえるように、やりたいなと思います。そうだったんですけど、いやでも4回戦まで来ても本戦出れなかったら負けは負けなんで、また来年も予選会あることを信じて鍛え直してきます。4つの激闘を経てついにラストステージに進出する10人が決定。500人から勝ち残った精鋭たちです。皆さんこんにちは。サスケ40回記念大会第4戦会にお越しいただきありがとうございます。500人からこの10人が生き残っていよいよ本ちゃんのセットに近いものをやっていただきます。頑張ってください。そしてこの中からサスケ本戦に出場できるのはこの10人の中でクリアした人、例えば3人クリアした5人クリアした人たちの中から上位3名を本戦出場とさせていただきます。クリアをまずすること、それからタイムを早くやることを念頭に置いて頑張っていただきたいと思います。予選会ラストステージは本戦ファーストステージの一部を使ったタイムトライアル、クワッドステップス、ローリングヒル、フィッシュボーン、そして反り立つ壁。クリアした選手タイム上位3人がサスケへの出場権を手に入れます。一番なんで初っ端いいとこ見せれるように、そうですね、まあ、タイムっていうよりやっぱクリアしてなんぼかなと思うんで緊張しますが頑張ってやりきります。後半の方が良かったんですけど、いや、まあやるしかないので最速クリアします。頑張ります。本当にやるだけなんで、まあ、諦めず全身全霊で挑みたいと思ってます。頑張ってきます。まあ、程よく緊張しながら楽しもうかなと思います。もうその辺で終わらないで最後スピード勝負で皆さんと勝負できるように頑張りたいと思います。テレビでも見てた通りフィッシュボーンがちょっと難しそうだなっていうのと、そり立つ壁に来ればもうクリアしたかなって思います。この中で一番早くクリアしたいと思います。500人の中の10人に残れたっていうのはすごい誇りだなと思いますし、すごくありがたいことだな、まあ、とりあえず思い切ってやるだけかなと思います。これタイミングよくわからないです。もう一回説明してもらいたいです。頑張ります。皆さんも頑張ってください。研究されたやるしかない。いや全くしてないです。ちょっとサスケ自体そんなに見てなくて、みんななんかフィッシュボーンとか言うから なんですかそれみたいな聞きましたもん周りに。思い出作りにやってみようと思ったら残ってます。この10人の中だったら多分一番おじさんなんで、おじさんらしく花咲かしてきますわ。周りに触らせてもらえるだけでねありがたいんですけど、みんな何千通の応募、みんなが多分憧れてるじゃないですか。そこに触らせてもらえる、触るだけでもここまで大変なんですね。サスケすごいですね。緊張はしてるんですけど、そのガチガチになった緊張をちょっとギャグで
かましたいと思います。いきます。ジャブジャブストレートかわして右ロック。だいぶほぐれました。ほぐれましたね、はい、あとはもう頂上でじゃあピモンさんやりたいと思います。大トリ10番になりました。めちゃめちゃ緊張します。焦らずにスピード勝負でいけたらなと思います。上位3位狙って頑張っていきます。サスケ常連組が気になる選手は、気になるって言ったらもうここまで来る選手本当は全部気になるんですけど、岩城くんとあとどうだろう、紫の38番の子とかなんかこうやってくれそうな、パルクールの81番の子は多分余あれ パルクールいいんだっけ、81番のあの子あ余裕でいっちゃいそうですけど、あの子パルクールだ。僕は1番手の7番の岩城さん、なんかトップバッターにこの残った10人の中で一番適任かなってい う, こうムードメーカーっていうかで身体能力も高いんで、10番がアドバンテージありそうなんで、やっぱり97番の子でしたっけ、そうですね、がやっぱ運も持ってるしいいんじゃないですか。俺のちょっと言ってほしい奥山優希君、なんか俺あの子をねタイヤ押してした時泣いちゃったんですよ。喋ってすごかったじゃん、ずっとうわーとかって。え、出場経験者一人もいないですよね。もうマジでこの10、こんな予選会ある、それすごいな、誰も出てない、うん、でも本当ここで結果がどうであれ仲良くなって仲間になって、うん、この予選会世代っていうのがまた出来上がるんじゃないかなって思います、うん、本当ね、それも期待したいね、うんうん。いよいよ始まるラストステージ、夢をつかむのは果たして。新作動画続々公開中、チャンネル登録よろしく。